先日亡くなったアンコ、カッコ仮が実は生きていて、アンコを助けようとしていたヨウコ、カッコ仮が行方不明になったということがありました。ここに投稿していいのか悩みましたが、個人的に大変腑に落ちなかった&怖かったので書かせていただきます。心霊系の話ではないし、かなり長くなる。そして最後の結論は出ていない、決定的なので、苦手な方はスルーしてください。今年の夏頃、高校の連絡網であんこが亡くなったと知らせが入った。私と陽子を含めた3人は高校の時の同級生。高校入学当時、人見知りだった私に気さくに話しかけてくれた陽子、初めてできた友達だった。陽子は本当に元気いっぱいで、明るくて正義感の強い子、クラスのムードメーカー的存在だった。私たちの住む町は何年か前に A 村と B 町が統合したもので、私と陽子は B 町の子、 A 村の山のふもとを開拓しできたのが B 町。 B 町ができてすぐに私の両親は B 町に引っ越してきた。陽子は高校になって B 町に越してきた子だった。私は子供の頃から A 村には行くなと両親によく聞かされていた。中学校になると A 村の子と同じ学校に通うのだが、その時も両親は A 村の子とは仲良くするなと言っていた。なので B 町の子は A 村の子とは話さなかった。 A 村出身の同級生は4人、暗いオーラというか何か不思議な感じのする子たちだった。でも陽子だけは A 村の子とも分け隔てなく話していて、その子たちの中でもあん子とは特に親しくしていた。私も陽子を仲介としてあんことだけは話すようになった。でも高校を卒業してあんこは県外に行った。成人式も同窓会も一度も参加していなかったので、卒業してから一度も連絡を取ることはなかった。またあんなに明るかった陽子も大学生になって、原因はわからないが軽い精神病といった感じになり、なかなか連絡を取ることがなかった。私は県内の大学を卒業し、 B 町にある小さな店で仕事を始めた。仕事に慣れてきた今年の夏頃、高校の連絡網であんこが亡くなったとの一報を受けた。まだまだ24歳、まさかこんなに若くして友人が亡くなるなんてと大変ショックを受けた。ただ葬儀については行くべきか大変迷った。連絡をくれた友人も連絡は回しているけれど葬儀には参加しないと、親が A 村には行くなと言うから行けないと言っていた。私はすぐに陽子に連絡しましたが連絡は取れず、散々悩んで葬式だけは参加することにした。葬儀に来ている B 町の子はやはり私だけだった。知らない人ばかりに話したことのない A 村の同級生4人、正直言ったことを大変後悔した。それに葬儀もいくつか変だなと思ったことがあった。一つ目は喪主の方の名前があんこの名字とは異なっていたこと。もしかすると何か理由があるのかもしれないが、喪主はあんこの親ではなかったのではと思った。二つ目はなぜか棺、ご遺体ともになかったこと。普通は遺影と棺とその中にご遺体、そしてご遺体に向かってお焼香という形だと思うが、棺はなく皆遺影に向かって歌いながらお焼香をしていた。最後三つ目がお経。お経はいろいろな種類があるが、普通お坊さんが唱えるものだと思う。しかしあんこの葬儀では椅子に座っている参加者ほぼ全員が何か暗い歌のようなものを歌っていた。そして皆一様に口角を無理に上げているような、笑っているような表情であり、大変異様だった。私はお焼香を済ませて逃げるように会場を後にした。それから何ヶ月かしてあんこのことも私の中で整理がついた頃、陽子から連絡が来た。電話の内容は、
あんこを待っているのだけど3時間待っても出てこないというものだった。あんこはなくなっているのに何を言っているのだろうと思い、あんこはなくなったよ、誰と間違えているのと聞くと、陽子はそれがなくなったのは嘘で、あんこは生きとった、あんこが生きていると証明するために実家に連れて行ったけど家に入ったっきりあんこが出てこんとよと状況を説明してくれた。陽子の話をかいつまむと、先日あんこから連絡が来て会った、あんこは実家と全く連絡を取っておらず久しぶりに地元に帰ってきていた。そこで用事で役場に行った際、自分が亡くなっていると役場の人間に言われ、どうしたらいいのかと相談された。悩んだ末、あんこの母にあんこを会わせることに。親と不仲なあんこを説得してあんこの家まで連れてきたが、一言も喋らずにあんこはあんこの母と家に入っていった。そのまま3時間が経った。家に入ろうと思ったが、見張っているおじさんがいる、それに人もたくさんいて怖いから入れないといったことを説明された。正直ほとんど意味がわからなかったが、とにかく陽子が困っているのはわかったので、あと1時間ほどしたらそちらに向かうと伝えて、あんこの家の場所を聞いて電話を切った。バタバタと店を閉めて陽子にこれから行くと連絡したのだが、繋がらない。仕方がないので、あんこの家に向かっている時に陽子から電話が来た。おい、これが、ざわ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 、門閉めろよ、エチが、ざわざわ。出てみると、周りで誰か複数人が遠くから大きな声で話しているような音が聞こえるだけで、陽子の声は聞こえなかった。何度か呼びかけたが応答がないまま電話は切られてしまった。それから5分くらいしてあんこの家に到着した。もう空は暗かった。あんこの家はほとんど何もないところにあった。広い庭を挟んで右側に立派な木造の平屋、左側にアルミ板のようなもので作った簡易的な倉庫、その奥に何か高い建物があった。右側の平屋の前には立派な門があり、そちら側に向かって歩く。すると左側の倉庫の前に人影のようなものが見えた。よくよく見てみると、その人は倉庫の前で丸く大きな石の上に座ってずっと前の平屋を見つめていた。門の部分に呼び鈴が見つけられなかったので、その人に話しかけに行こうと庭に入った。かなり広い庭で巻石がしてあったので歩くと音がするのだが、その人は一度もこちらを見ることなくずっと平屋を見つめていた。少し近づいたところで、すみませんと声をかけたが反応なし。ふとその人が見つめている平屋に目をやった。その時、陽子が怖いから入れないと言っていた意味が分かった。その人の目線の先、平屋の外廊下、そこにずらっと何十人の人間が並んで正座していた。その人たちもまた私に一別も触れることなく、ずっと倉庫の前の人と見つめ合っていた。皆一様に口角を上げ笑いながら。異様な光景に全身に一気に鳥肌が立った。気づいたら無我夢中で帰っていた。帰りながら、あのあんこの葬式の時の異様なお経が小さく聞こえた気がした。陽子の車は見つけられなかった。ここから後日談になります。その後、陽子とあんこに何度か電話したが、二人ともつながらなかった。ただあんこからは、巻き込んでごめんね、あと読めない文章の2通のメールが来た。原文ままで書いてあると読めない、文字化けか。それ1通のみで、その後連絡が来ることはなかった。
何度かあんこの家に行こうとしたが、どうしても怖くて行くことができなかった。陽子の家には何度か行ったが、いつも不在だった。全く進展がなく、まさか何か事件に巻き込まれているのではと不安になっていた。そんな中、先日精神病で入院していた父が帰ってきた。そこで陽子の現状を知ることになる。なんと陽子は父と同じ精神病棟に入院していたのだ。精神病棟では自傷行為や他人に怪我をさせたりすると隔離された病棟に移されるのだが、父が自傷行為をした際、その隔離病棟で陽子と会ったと言っていた。私は驚いた。確かに心の病にかかっていたとは言っても、日常生活に影響が出るほどのものではなかったのになぜ入院。父に陽子の状態を聞いたが、全く近づけるような状態ではなかったということしか教えてもらえなかった。そして昨日の夜、あんこの葬儀の夢を見た。その時いた A 村の子、あんこを入れて4人しかいなかったはずの A 村の子でも、そこには4人の A 村の子がいた。よくよく思い出してみると、葬儀に行った際、〇〇高校名簿という本があって、〇〇高校の同級生はそこに名前を書くことになっていた。私が5番目に書いたので、確実に4人の A 村の子がいたのだ。それがとても気になって目が覚めた後、意を決して A 村の暗を過去仮に電話した。暗をとは話したことはなかったが、3年間同じクラス。そして暗をは陽子のことが好きだった。あんこと陽子について聞けるのはあんおしかいないと思ったのだ。電話したときはつながらなかったが、先ほど連絡が返ってきた。久しぶりですねというあんおに対して、率直にあんこと陽子について知っていることはないかなど、いろいろ質問を投げかけたのだが、すみませんすみませんと謝られるばかりで、何も答えてくれなかった。葬儀の時4人 A 村の人がいたが、1人多いのは誰かとも聞いたが同様だった。そして、もう行かなくてはいけないので、そしてこの件についてはもう触れないでください。今のあなたはただ欲求を満たしたいだけだ。とにかく A 村には近づかないでください。そして何かあれば笑ってください、と言われた。笑うって何？それって陽子とあんこに関係あるの？ととっさに聞き返すと、笑うと胃炎紙は消えます。時間がかかっても消えます。胃炎紙知りませんか？きっと会ったことがある。気になるなら調べ、と。結果、結論としては何も言えないのだが、私の予測では、縁神イコール笑いの神、イイコール異なるとして、異なる笑いの神異縁神ではないかと思っている。もちろん異縁神自体聞き間違いかもしれないが、そう仮説してみると、あんこの家にいた石の上の人は異縁神ではないかと思う。それと陽子、そしてあんこが 何に関係があるのかはわからないが、村の人が暗いオーラだったのは笑っていなかったからではないかと。そして子供の頃から A 村は生贄が続いていると噂されていた。もしかしたらあんこが生贄で、陽子も何かしらその儀式に巻き込まれたのではと勝手に想像している。